皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は1月の16日火曜日です。お題がこちら。やっと反落。売りサイン出た。 ということで話をしていきたいなというふうに思います。まあ今まで尋常じゃない上昇を続けてきた日経平均トピックスだったんですけども、今日は反落しております。ただ、まあそこがたいなというふうに思いますし、実際売りサインが出たかどうかっていうところでね、RSI とかでチェックしていきたいなというふうには思っていますが、まあ、結論言ってしまうと売りサインまでは出ていないということにはなります。やっぱりそこがたいなという印象です。個別銘柄は昨日と一緒なんですけど、川崎汽船。まずちょっと目立つので注目させてください。他は桜インターネット、フルノ電気、 ベーースフード QPS 研究所見ててていきまして最後指数の売売買戦略では R、SI、では RSI りサインが出てるかかどうか確認という,ふうに思っておりますということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時で入れていきたいと思っております。毎営業日やってますので、ぜひチャンネル登録をお待ちしております。それでは早速、今日の振り返りを見ていきましょう。まず、3指数なんですが、3指数ともに下落でございます。ただ、ここまで大きく上げてきたの反動に対しては、そこまで下げなかったなっていう印象はあります。ただ、 ちょっと残念だったなっていうふうに思うのが。 三万六千は超えなかったっていうところですね。S q 値が幻の S q 昨日の先物見る限りは、これ超えて今日来るんじゃないかっていうふうにも感じたんですけども、そこは残念ながら、このザラバの時間帯で超えることはなく、未だ幻の S q だという状況ですね。なんか意識されそうな気もしなくもないので、ちょっと今後、えー、しっかりと見ていきたいなというふうには思っております。で、どれも1%未満っていうところでも確かにね、そこがたいというふうにも言えるんじゃないかなというふうに思います。で、全場グロース250指数だけがプラスだった んですけどもダメな時は一緒に下がっちゃうんですねでそれはちょっと残念だなという風な思いましたえ日経平均値下がり銘柄数は178今日値下がりが結構多いんですよねだから投落レシオが結構下がったなという印象はありますしやっぱり昨日まで結構過熱感があったなっていうところで投落レシオ129まで来てたんですねまあやっぱりこういったところも調整が一時的に入ってもおかしくはないという状況になっていると思いますで今後値上がり値下がり銘柄数見ていってですね投落レシオがまあ、ある程度落ち着いてくれた方がいいかなと そこの時点でチャートがそこまで崩れてなければ、もう一回上を試しに行けるえ、そういう状態になるんじゃないかなというふうに思っています。業種別ランキング見ると、やっぱり今日ね、開運がとにかく目立ってたんですね。なんでこの後、川崎汽船はチェックさせていただきたいなっていうところもあります。ただまあ、要は今日は下げてる業種がやっぱすごく多いですよね。繊維製品なんかは2%以上の下落というふうにはなっております。売買代金ランキング見ていきましょう。 トップがレーザーテックはいつも通りなんですが、だんだん少なくなってきて、その代わり川崎汽船がほとんど肩を並べるぐらいで第2位ということになってます。まあこの昨日もねお伝えしてるんですけども、もうこれ完全に踏み上げ相場になっているし、他のね、海運株よりも,もう突出して売買代金は多い。今までもだいぶ上げてきたけども上昇率今日もね、おそらく一番高いんじゃないかなというふうに思います。商船密輸が1.64%、日本郵船が2.69%、川崎汽船は2.8%、 1%, 1ですよねなんで、まあ、ここに空売りは新規で入ってくるっていうのはあると思うんですけどもだからこそ上がるみたいなものが続いているのかなというふうには思っていますただ今日主力どころ東京エレクトロンやファーストリテイリングは下げてしまったので指数としては下落しているっていう形ですよね。 こちら、グロース売買代金見ていきたいと思うんですが、いつも通りトップの QPS 研究所、プラス1.62%、変動は最終的にはそんなに大きくはならなかったんですけども、やはりこれ決算発表の直後の動きなので、ちょっと動きと決算内容と確認していきたいなというふうに思ってます。また、材料特にある気はしないんですけど、アイスペースがなんかすげえ上がってんなっていうところとか、あとはまあベースフード、これは決算後の動きでね、ちょっと注目銘柄なんですけど、ストップ安してます <laughs> ということなので、これをちょっと後ほど触れていきたいなというふうには思っております。それでは、個別銘柄を 見ていきます。はいまず川崎汽船からいきましょう昨日も見ましたけどもねで相変わらず信用倍率が低い多分今日信用倍率更新されるんじゃないかなって思うのでちょっと見ておきたいと思うんですが、まあ、昨日も日商金山とかを見ると新規の空売りがめちゃくちゃ入っていたっていうのは分かっているので、まあ、そこに対しての空売りの買い戻しを誘うような上昇みたいなのかなというふうには思いますよねそしてここは海運株への投資資金流入が目立つということなんですが地政学リスクの面で直近15日イエメンの 風刺派の航海を航行していたアメリカの貨物船を弾道ミサイルで攻撃したことが伝わりみたいな形でまあ結構この辺はごちゃごちゃしているのでつまりまあそこのごちゃごちゃがですねまだまだ長引くまだまだ長引くとどうしても船がこう遠回りしなきゃいけない遠回りしなきゃいけないとなると海運業が運賃が上昇していくことによって業績が上がりやすい業績が上がりやすいとなるとまあ今後配当も増額される可能性が高いまあそういった形で川崎汽船や 海運株にも貝が集まっているでその中でも日本郵船や商船三井よりも川崎汽船の方が上がっている川崎汽船の方が上がっているからじゃあロングショート戦略とかで考えた時にはとりあえず川崎汽船上がりすぎ、加熱感あるショート貸し掛けようでも空売りがいっぱい入っているせいで上がった時の買い、えー、戻しが誘発されるそしてどん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 上がっていくという状態が今日も続いている指数は下がってもその海運株への流れは止まることがなかったということにはなっております。加熱感の目安と そして、この乖離率を確認してみてください。25日移動平均線22.55%ですね。これ結構、過熱感はあると思いますし。ということは、チャートを見ると結構すごいことになってるんだろうなっていうのは想像つきますけども、まあ、今日もですね、こんな形で、昨日大陽線つけましたね。10%近く上がりまして、一気に乖離したんですけども、今日もギャップアップで始まって、そしてまた上値試してみたいな形になったのかなというふうには思いますよね。まだまだちょっと続くかもしれないなっていうふうに思いますし、この材料、 海運株が今地政学リスクでっていうのが決着した時にはまた下にも触れる可能性もあるかなというところでねまあそれはいつまで続くかわからないんでそこに向けてから売り仕掛けるとやられてるみたいな状況が今も続いている。 ただ残念ながら日経平均への指数ウェイトは低いだからこれがいくら上がっても日経平均が上昇する方にはあまり傾きにくいっていうのが現状かなというふうには思っています続いて桜インターネット見ていきたいと思います桜インターネットが今日15.97%上昇がすごい目立っていましたなんかニュースがあるかなというふうに思って見てみると今日付けのニュース特にはないように思います何でだろうねという形なんですけどもちゃんと確認させてください桜インターネットこんな形で爆上げが続いております、まあ、NVIDIA が上昇 してる生成 ai 関連が見直されている。その流れが続いている。ちょっともう加速しすぎて怖いなという感じですよね。 川崎汽船と同じように、帰り率を確認してみたいと思います。帰り率。先ほど川崎汽船が20%台だったのに対して、桜インターネット63.84%です。もうちょっとね、なんかおかしいところまで来ちゃったというところではあるので、まあ、ぼちぼち暴落が起こってもおかしくはないんだけども、まあ、今のところですね、やっぱり空売りの買い戻しも含めて、かなり稲子的な感じにはなってきてるのかなというふうには思いますね。続いて、決算ですね。フルの電気見ていきたいと思います。フルの電気は、結構、ここ最近ずっと強いなっていうイメージがあるんですが、魚群探知機とかを作ってる会社なんですよね。 で情報修正をしているということで17%の情報修正増益率は2.3倍から2.7倍にということですから元々のこの増益率もすごいですが第三四半期を比較した時の前年同期比は売上高27%増で営業益4.9倍ですからねまあ、やっぱり見た目上の数字もインパクトがあるしでそれにさらに上乗せしてきたってところは非常にこう好調なんだろうなっていうふうには思いますよねチャート見ていきたいと思いますフルの電気の冷やしチャートはこのような形になってきてえちょっと高値でもみ合っていたと からね上にぐっと抜けた形にはなっております、で情報修正も絡みますから、株価がこれだけ上がっても、ですね、えー、あの PR がそこまで上がってないんですよね、だからまだ割安感もあります。 BBR は1.12倍ですが、まあ、これだけ株価が上がってきても配当利までまだ2%以上もありますしねえここは今後期待できるところなのかなというふうには思います続いてベースフード見ていきましょうベースフードに関しましては残念ながらストップ安で終えてしまったということにはなっております、まあ、ベースフードは僕もよくあの商品を注文していて今も結構よく食べるんですよね昨日おとといはもう食べていて味は好きだしだっただ少し前にねカビが生えるとカビが生えた商品が出荷されてしまったってことで、まあ、そこで問題になります なってねその時に株価影響っていうのはやっぱり響いてるんだなっていうところで、まあ、今回下方修正になった下方修正になったことによって、まあ、売り上げも減ってしまっていますので、まあ、そこはね結構ひ厳しいなというふうに思いますけどもねただ、まあ、どこで材料で尽くしになるかまだ見えないという感じかなと思います今日はストップ安で終わったという形ですねベースフードの冷やし跡見ていただくとこんな形になっておりますただ今日はまあストップ安張り付きではなかったので、まあ、途中からストップ安だったのかもしれませんけどもでここからまたね揉み合って 下に向いてしまったので、まあ、下落してしまうかもしれないんですがただ、まあ、あのこの辺が底根に近いところではあるのかなというふうに思いたいですけどもね。 付き合ャートを見ていただくと付き合わせたなくてもいいかな。週足チャートにしましょうか。週足チャートを見ていただくとこれジョジョ、上場来のすべての、ね、ものですね。上場来ですねは IP o 直後につけた318円になってます。まあ、ここを割り込むともどこまでいくかわかんないってところなんですが、まあ、この辺がまあ一番意識されやすい水準なのかなというふうに思いますよね。まあ、商品力はあるとはいえ、信頼を失ったりとか、あとまあライバルがいたりとかもしますので、まあ、そこをちょっと慎重に見ていきたいところかなと思っています。最後、QPS 研究所見ていきましょう。QPS 研究所は決算発表を行います。 決算発表を行って、決算またいだ今日1.62%の上昇ということです。結果は1.6億円の赤字で着地ということにはなっております。 5月期における第二四半期の累計決算ということにはなっていますが、まあこれがパンポジティブシされたっていう形なんでしょうね。もと,もとまあ赤字決算だったけども赤字が縮小しているということにはなっております。今期の予想が14.47億円の売上高ですね。で営業益は赤字拡大ということにはなってます。もちろんこの速度がめちゃくちゃ早いから期待されて評価されてるんだと思いますけども、14億円の売上高に対して時価総額456億円ですから、PSR とかでしか測れない。 ですけども、まあ、結構過熱感は割高感はあるのかなというふうには感じております。QPS 研究所の冷やしチャートに変えますね。こんな形になっております。これが上場 IPO 後、全、まあ、期間の動きということですね。IPO から下がって上がって下がって、で、ここからの上昇はすごかったですね。まあ、約2倍ぐらいまで跳ね上がって、で今も人気があって、 決算挟んでも、まあ、上昇してでも陰線で終えたという形になってますまた1月4日の高値を若干超えられていないというところからさすがにちょっと調整が入るかもしれないなっていう気持ちにはなりますけども、まあ、どっちに行くかはちょっとわかんないですね,ね決算後に、まあ、でもこれでプラスになったっていうのはすごくいいことだと思うんですけどもね、まあ、今後の宇宙ビジネスにも期待したいところかなというふうに思いますしもしかしたらここがぐーっと下がっていったところから i スペースが上昇したんじゃないかななんていうふうに勝手にこう連想を付けてる部分もありますね それではチャートを見ていきましょう。はい。まずは日経金株価になります。日経金株価なんですけども、今日は282.61円のマイナスということになりました。で、S q 値ですね。36,025円という値を結局、ザラバでは1回もつけてないんですね。昨日の高値が36,08円で、今日の高値も3万6,000超えてないですので、ちょっと幻の S q 感、そんなに意味があるとは思わないんですけども、ちょっと意識は高まりますよね。またやっぱ3万6,000円がちょっと、今言ったの節目かななんていうふうに思い ちゃいますよねだそこ今後3万6000を超えるまでにどれぐらい時間がかかるかってちょっとイメージしておいた方がいいかなと思いますそして RSA が今71.5なんですね明日続落すると短期的な調整もうちょっと長引くと思いますただ70維持した上でもう一回上向いた時にはまだバンド幅も拡大しているのでもう一回ちょっと踏み上げっぽい急騰みたいなものも演じる可能性もあるかなというふうには思ってます明日の動き結構重要だと思いますねトピックス見ていきますトピックスに関しましてはバンド2シグマの下まで潜ってきたという形ですただ RSI が72.03だから売りサインは出てないしバンド幅もまだね広がってる状態なんですねもう一回にシグマ上ぐらいまで来た時にはまたね同じように急騰を演じる可能性って十分にあるんだろうなというふうには思ってはいますが、まあ、いろんな銘柄に加熱感はありますからねそこは注意してみていきましょうブロース250指数ですろうそく足がちょっとね残念な感じがしますねほぼほぼ安値引けでね上髭残した陰線という形でなんで下がる時はこんなに付き合っちゃうんだろうなっていうそんな感じの、えー 遅かしかなといいう,うには思いますけどもね、えー、午前中は良かったんですよ。午前中は良かったけども、まあ、終わり悪いと全て悪いみたいな、なんかそんな感覚があるので、ちょっと注意して見ていきたいなというふうに思っています。そして今夜からまたアメリカ市場が動いております。ね、何度も確認してますが、もう一回確認させてくださいね。ニューヨークダウはボリンジャーバンドがスクイーズが起こってきて、バンドがこの上にブレイクするか下にブレイクするかが両方近づいている状態なんですね。なんでそろそろどちらかにトレンドが発生するかもしれないという状況です。まあ、トレンドは上向きなんで上期待も あるしまあ一方であれさえ70超えから70割れているようなそういう状況なので、まあ、もうちょっと調整が長引くっていうそういう可能性もどちらもありえると思いますので注意してみてください。と、えー、P500 でですねダウと同じで バンド幅がこうスクイーズしてきている状況にはなっています。まあ、上に越えられればもちろん上にということにはなりますけども、どうでしょうしっかりと見ていきたいと思います。一方、ナスタックに関しましては、バンド幅がそこまでスクイーズしていないということなので、まあ、動きに忠実に高値を超えてくれば上昇トレンド、高値を超えずにこのまま安に追われてしまうと下降トレンドということで、まあ、短期的にはチェックしていきたいと思います。ただちょっと心配なのは、先行性が高いと言われる、炭鉱のカナリアなんても言われる、えー、ラッセル2000のチャートがちょっと弱いということですね。高 高値から一旦調整が入っていった要請をつけましたがこの辺の高値も超えられずに一度安値をザラバでは割り込んでいてということにはなっていて、まあ、下にずるっと下がってしまったりとかあとはマイナス2シグマにも近いので、まあ、下がってしまうとちょっとね調整が長引くかなというような感じはありますよねすでに RSI が50を割れてるところも気になるところではあるので今夜の動きしっかりと見ていきたいと思いますはいということで今日はやっと反落こういう表現で合ってるんですかね どこかホッとしてる自分もいるけどもまあ急騰が激しかった分調整の幅っていうのにもねやはり警戒を持つべきかなというふうには思っておりますがで皆さんもですね売買判断焦らずにねこの後の調整っていうのが拾い時になる可能性はもちろんあると思いますのでそこはねじっくり待って見ていきたいなというふうに思っておりますよろしくお願いしますそれでは今日もお知らせを入れさせてくださいまず個別銘柄男とも分析するマガジンですが週1で分析記事をアップしていきます基本的には木曜日もしくは金曜日に更新が できるように頑張っていきますのでぜひこちらのノートのメンバーシップの URL チェックしてみていただきたいなというふうに思っておりますまた引き続きになりますがガチ速ファイヤー発売されて約1ヶ月が経ちました皆さんお読みいただけましたでしょうかで、Amazon でのレビューぜひお待ちしておりますよろしくお願いしますまたこの本の要約動画としまして個人投資家の藤川理恵さんや本で読んでわかる投資本要約チャンネルの田崎さんの動画もございますのでこちらの URL も合わせて貼ってありますよかったらチェックしてみてくださいよろしくお願いします ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で夕方5時目標で頑張って更新できるようにしていきます。ぜひほぼ日日本株速報チャンネルチャンネル登録をお待ちしております。それではまた明日、テクニカル分析のでお会いしましょう。さよなら。